今日はセンター1ヶ月前の理想の過ごし方という話をしていきます。この過ごし方を知らなければセンターで高得点を取ることができません。こんにちは、キュアリカル勉強法著者の松川です。今日はですね、センター1ヶ月前の過ごし方という話をしていきたいと思っています。でこの1ヶ月間の過ごし方が大きくね、センター試験の得点に反映されますので、ぜひね、今日の動画を参考にしながら日々の勉強に役立ててほしいと思っております。で今日話したいテーマはこちらのテーマになります。はい、大きく分けて3つありますね。はい、1つはまずね、各科目第1問ごとずつにクリアした後は全体の問題を解いていくという話です。で2番目に過去問を解けと、予想問題を解くな、これは2番目ですね。で3つ目に家以外で演習しろという話ですね。はい、で今日はこの3つのテーマで話していきたいと思っています。特にね、最後の家以外でやれっていうのは非常に大事なポイントなんで、ここだけでもぜひ見てほしいと思います。では早速話していきましょう。でまず最初にですね、センターの問題っていうのは、例えば英語であれば第1問が発音アクセント、第2問が文法、そしてまあ長文というふうな感じでね、こう分かれてますし、国語も第1問は評論、第2問は小説、そして第3問古文、第4問漢文とか、まあ数 1A2B も同じようにこうジャンルで結構分かれてます。で理科社会も同じですね。なので基本的には第1問をクリアして第2問をクリアしてっていうふうに、こう大問ごとにクリアしていく勉強法っていうのは非常に大事ですね。それは今出しているセンターでこの一冊をやると成績が伸びるっていうね、動画出してますが、そちらの方で話している話っていうのは基本的には大問ごとにお勧めしているね、参考書の動画になりますので、ぜひねそちらの方を見てほしいと思うんですが、ここで、ね、一番伝えたいのは第1問ごとはしっかり点数を取るようになったと。これで例えば英語は第1問取れて、2問3、4、5、6と取れて、じゃあ全体取れたような気になってはいけないということなんですね。で実際のセンター試験ではぶっ通して解くわけですよ、第1問から第6問まで。だからそのセンター試験本番と同じように、まずね、これは自宅でも構いません、どこでも構いませんが、第1問から第6問まで全部解いて、それで点数が達成しているかどうかを確認してほしいということです。これは国語も数学も、物理科学生物、日本史世界史地理政経倫理ですね、それ全部ね確認してほしいんですけども、結構ね第1問ごとにクリアしてから OK だと思っちゃう人結構多いんですよね。それはダメです。それは大事な、ね、ステージではありますよ。第1問ずつやってしっかり超えていく、これ大事な、ね、ステージなんですが、その次に全体を通してぶっ通して解いてみて、点数がどうなのか、受験時間が間に合うのか、これをチェックしてほしいということですね。で2つ目に、それをやるときに模試の、ね、問題だとか予想問題をやる人結構多いんですが、それはまずやめてください。何度もね他の動画で言ってますが、過去問と模試の問題、予想問題は似て非なるものです。似ているけども全く違うんですね。はい、で簡単に言えばセンター試験の問題というのは偏差値3000集団というもうメンサとかね、もう天才って言われている人たちが作っている問題、かたや予想問題は予備校講師不正がやってる作っている問題です、ね。まあ、この人たちもまあまあ高いと思いますが、偏差値7、80とか、まあ、僕らと変わらない、レベルですよ。ね、その偏差3000と70、80、ね、もう明らかに違うわけですね、クオリティが。だからセンターの過去問をしっかりやり込んでいく、で過去問が終わったならば追試験もやっていく。追試験は本試験も難しいことが多いので非常にこれも効果的ですね。とにかくね、過去問を使えと、ね、センターマーク予想問題集とかね、そういうものは使うなと、ね、もうそれは大にしていたい、もう時間の無駄です。はい、で3番目、過去問を使って第1問ずつやったら しっかり点数が取れたと。だから第1問から第6問全部通してやってみた、それもクリアできたと。最後の詰めね、これは何かというと、それは自宅以外でやれってことなんです、ね。家で解くのと試験会場で解くのは全く違います。自宅だと 100% 出せる実力が、試験会場だとね50、60まで下がる人もいるぐらい、ね。だからそれをちゃんとね、普段から意識して練習する必要があります。で僕がおすすめしているのは図書館ですね。うん、まあもちろん模試っていうのも非常にいいんですけども、まあ、この時期模試っていうのはやっぱりもう受けれない人も多いと思いますし、僕は図書館とかあるいは喫茶店とか人がいるところで時間を計ってガツガツやると。結構恥ずかしいですよ、人の目を気にしてガツガツやるってことはね。でそういう状況に自分を置いて、その人から見られてるっていうような状況、普段と違う家とか学校で勉強してるのと違う環境において
演習をするってことの意味が非常に大事ですね。で、僕はもしは否定しません。なぜならば、もしっていうのは実際の試験の疑似体験ができるからですね。それはいいと。だ問題の内容は悪いけども、もし自体は僕は否定しません。で、そのもしももうこの時期あんまり受けれる人は少ないと思うから、やっぱり図書館だとか喫茶店とか、結構ね、こう人の目が気になるようなところで試験時間守ってね、しっかりこう解いて練習していく。それでしっかり点数が取れてくるならば、本番であなたは十分なね、センターの得点を得ることができるでしょう。今日のね、動画を参考にしていただきながら、この1ヶ月間しっかりね、対策して、そして体調に気をつけて勉強を頑張ってください。今日は以上です。